Hey kid, don't ever let them get inside your head. やっぱ点取れる選手ってやっぱチームに大事だし、まあ、そういう選手になりたいなってずっと、まあ、思ってここまでサッカーやってるので、まあ、やっぱりそういうポジションでできたら、まあ、本当どこでもいいし、点を決めれる選手になりたいなっていうふうに思ってるので、まあ、少しずつなんかシュート回数も増えてきたりとか、その枠内にボールが飛んだりするようになったりとかは、少しずつはなんかゴールに近づいてる気がするんですけど、やっぱりなんかその後で見返したりとかした時に、やってる時とその俯瞰で見た自分とで結構なんか差があったりとかするんで、そういう見返した時のなんか感覚を少しでもピッチ内でちょっと余裕持って、あ、こっちも 見れたなっていう風に、なんかできれば点数が取れるかなっていうふうには思います。やっと取れたなっていう感覚がすごい大きくて、まあ焦ってたわけじゃないですけど、まあ、早く取りたいなっていう気持ちもあったので、まあ、あれをしっかりつなげていかなきゃ意味ないので、まあ、どんどんそういう意味では2ゴール目とかをどんどんなんか取っていけたらいいなっていうふうに思う。まあ、時間帯的にも相手がちょっと足止まってきたりとかすることがある時間なので、まあ、積極的に仕掛けたりとか、少しでもチャンスがあればシュート打って、まあ、こぼれたりとかもするので、しっかり枠内入ればチャンスあるなっていうふうに思っているので、まあ、クロスだったりとかシュートだったりっていうのはすごい意識してます。やっぱり J1 リーグでどんどんなんかそのドリブルの仕掛ける回数とかだったりとか、アシスト得点の回数が増えて、なんかしっかり出れば、試合に出れば結果が出せる選手になりたいので、今シーズン残り少ないですけど、しっかりそういうところを意識しながらやっていきたいなと思ってます。いや、もう本当、まあ、夢だったんで、本当 J1 リーグで得点することはなんか夢が叶った瞬間だなっていう風な感覚にはなると思います。